まあそうですね、やっぱり木下げって5年でやっと一人前って言ってもらえるようなものなんで、まだ5年自分経ってないんですけど、まあ人削りに対する思いっていうのは、まあベテランの社員に負けないように頑張ってます。これを使ってルミアが取り付く面を木下げをして精度を出るようにしています。まあ、木下げをすることで機械の寿命も伸びるんで、それだけお客様に対して長く使ってもらえるので頑張っています。機械加工でピタッと出てれば、そういう必要もないけど、それが出てないやん。で、こういう手作業で、まっすぐな面とか、そういうのをしちゃう。そうすると、全部組んで加工したときに、きちんとした製品ができる。大事なとこはもう、時間かかってもいい。やっぱ、すぐれな面と、こういう仕事は、務まらん。あとは、もう、それをこう、引退。